ススクールには入っていたんですけれども、まだ自分に実績もなくて自信がない2ヶ月経ったと思うんですけれども、売上が累計で234万円、セミナースライドの添削も前のビジネススクールでだいぶ作り上げてはいたんですけれども、とても改善を行えた。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は魅力開発プロデューサーをしている受講生のジョジョさんが、入学1ヶ月半で累計234万円の売り上げを上げられた秘訣について具体的に動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初にお名前とご活動内容から教えていただけますでしょうか。ジョジョと言います。魅力開発プロデューサーとして、クライアントさんの魅力を引き出して、魅力と才能を発揮していただいて大活躍していただく、そのお手伝いができたらと思っています。この魅力開発プロデューサーってお仕事なんですけど、ターゲットのクライアントさんってどういう方がやはり多かったりされますか。私が5人子供がいるママで、主婦もやっているっていうこともあって、起業したいと思っているお母さんたちだったりとか、女性たちが多いんですけれども、実際には起業中の女性たちでもっと素敵になりたいとか、実力を発揮したいっていう方もいらっしゃいます。主に売上アップももちろんだし、パフォーマンスを上げていきたいだったりとか、ファッション面だったりとか、内面から整えていってパフォーマンスを高めていくためのコンサルティングっていうことをされていらっしゃるということですね。はい、そうです。最初にですね、弊社学科入学いただいたきっかけっていうのをお伺いしていきたいんですけども、基本直感で決めるタイプなので、ピンときたというところが一番なんですけれども、タイミング的にも自分が一番知りたいことを教えてくれる場所だったっていうところもあります。説明会に出た時に、説明会自体が私にすでに活かしていけるような情報がすごくたくさん詰まっていて、もっと知りたいって思わせてもらったのが一番でしたし、事業をやるからには結果を出したいってすごく思っていたので、ここだったら結果が出せるなと思って参加しました。ありがとうございます。次に入学前と後の変化とかも聞いていきたいんですけども、入学前っていうのはどういった状態だったんでしょうか。ファッション系のビジネススクールには入っていたんですけれども、売り上げを上げるための準備をずっと整えていたので、まだ自分に実績もなくて自信がないっていう状態が続いていたので、実際の実のある成果っていうのは本当にこれからだなっていう段階でした。そこから入学後の変化ってところも聞いていきたいと思うんですけども、まず売り上げ面的な変化でいうとどのような感じになりますでしょうか。2ヶ月経ったと思うんですけれども、売り上げが累計で234万円ですね。単価としては商品として39万円のものが2件、78万円のものが2件出ました、はい、ちなみにこの動画撮らせていただいているのが開校してからちょうど1ヶ月半ぐらいなので、2ヶ月目なんですけど、実質言うとまだね1ヶ月半で230万売り上げ上がってらっしゃるということ で、この成果の秘訣ってところも具体的に聞いていきたいと思うんですけども、どのあたりが要因だったと思われますか。インスタを始めたのはここ1ヶ月ぐらいなんですけれども、はい、実際に私がグループに流す案件で広告をやっていたんですけれども、その広告を流すためのメッセージっていうのを北野さんにすごく添削していただいて、そこから公式 LINE につなげたいって思いがあったので、少ししっかり見ていただきました。その部分で自分がやりたいことをしっかりお伝えするために、問い合わせ先とかもしっかり分かりやすく見ていただいて、 LINE 登録後に見せてあげるローンチ動画っていうのが教えていただいて、そのローンチ動画の撮り方とか内容チェックっていうのも細かく何度も添削していただきました。実際に個別相談に来た方たちにお見せするセミナースライドの添削っていうのも前のビジネススクールでだいぶ作り上げてはいたんですけれども、それを再度細かく添削していただいて、とても改善を行えたっていうのが大きいですね。あとは個別相談で私は初め何度も断られてたんですけれどもその時のマインドケアだったりとか、次こういう風にしたらいいですよっていう改善方法なんかも細かくアドバイスいただけたのもとっても大きかったと思います。あとは LINE 登録した方が逆にインスタを見てくださって、より私に興味を持ってくださるっていう方が多かったので、公式 LINE に入った方たちはほとんどブロックされることもなく、ずっと入って続けてくださっていて、これからもインスタ集客はしていくんですけれども、どっちかというと今はそういう流れになっているので、インスタ集客しっかり頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございます。ということで、はい、今グループに案件を流す広告を月2回とか集めて、そこから LINE に登録して、さっきおっしゃられてローンチ動画っていう LINE 登録したら1名に届く動画、はい、そこをいかに作り込むかっていうところと、あとセミナースライド、実はこのスライドもジョーズさんもすごい実感されたと思うんですけど、ちゃんと作り込むとか特典をしっかりと整えるだけでも成功率本当に2倍3倍ぐらいやっぱり変わったりしますので、少ししっかりと作り込んでいただいたことで、これだけの高単価商品がご制約されているということで、ちなみに今制約率ベースで言うと何人個別相談来たら何件ぐらい売れるっていう確率で売れてますか。個別相談は20件ぐらいしているので、はいはいはい、そんな制約率は高い方じゃないかもしれないんですけど、うんうんうん、そこから4件、平均単価が5、60万ぐらいだと思うので、20件個別相談来て5件、はい、しかも最初の個別相談って結構試行錯
ークをされてた途中だったので、慣れてきてからでいうと率としては結構高い方だと思います。 25%、はい、4人来たら1件は5、60枚売れるっていう状態なので、最初8人ぐらいは連続で断られました。そこでちょっと改善をしていって、12件の中から4件、132万ということなので、はい、これ動画見てくださってる方も覚えておいてほしいのが、営業は確率論っていう話がありまして、例えばセミナー月10回やってます、個別相談会月10回やってますってなって、最初の頭に7回セミナーとか個別相談やって全部断られて制約ゼロになったとしても、ラストの3回でそこから10人売れたりとかっていうことって結構あるんですよね、うん、要は絶対買わないってお客さんも全体2割いるし、逆に今すぐ買うってお客さんも2割いて、購入を迷っているけど興味あるってお客さんが6割、だいたい2対6対2になってますので、確率論で言うと絶対買わないお客さん最初に来ちゃう時って心折れるんですけど、確率論的に言うと後半の方ではしっかりとセールスのファネルを組んでいれば買ってくれる可能性があるお客さんは残っているということなので、この動画見ていて、ジョーさんみたいに売り上げを上げていきたいけどもなかなか売り上げ上がらないですっていう方ほど、1ヶ月2ヶ月3ヶ月スパンの確率で見ていただくと、焦らずにセールスの改善とかもしていただけるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、ちなみにローンチ動画までは作っているけど、そこからなかなか個別相談が来ないんですって方っていうのも意外と多いと思うんですけど、ここに関してジョジョさんは個別相談数を増やすために何かされていた施策とかがあれば教えてほしいんですが、プレゼントをたくさん渡すといいよっていうアドバイスもいただいたので、それは試行錯誤していろいろプレゼント動画を作成しました。即日申し込みをされた方にこのプレゼントを渡しますよって言って、実際お渡しした人たちが初回カウンセリングが入る前にその動画を見て、もう結果が出てきましたとか、メンタルがすごく持ち上がって毎日楽しくてしょうがないですっていう連絡をいただいたりとかするので、またそれを次の個別相談の方にこういう結果が出てるプレゼントをお渡しできますよって言うと、またさらにそこからあ、それ欲しいですっていう連鎖が起きて、そんな感じで即日申し込みされる方が増えているので、プレゼントの効果っていうのは本当に大きいんだなっていうのは感じてます。個別相談来た方向けに特典をつけるっていう、ここまでは面倒くさがってやらなかったりとか、そもそもそのやり方すら知らないって方も多いんですけど、これをやることでまず相談数が増えますし、あとはプレゼントもしょぼいプレゼントを渡すっていうよりも、渾身の一本みたいなすごいためになる情報で、できれば特典もない3つ4つ5つぐらいあった方がいいんですけど、ノウハウはもちろん全部出していった方が、本当にジョジョさんってこの分野の専門家なんだなっていうのを理解してもらってきてくれるから、むしろ権威性にもつながるので、ノウハウを全出しした特典をちゃんとつけていって個別に誘導していくと、これはぜひ皆さんもやってみていただきたいなと思いますね。でも最後に改めて弊社学科入学いただいて、改めて良かったことあれば教えていただけますでしょうか。私一人では絶対分からなかったことを毎回相談させていただきながら形にしていけたっていうこともそうですし、もちろんこれからどんどん結果は出していくんですけれども、きっと自分一人ではこうはいかないっていうところも細部にわたってアドバイスをいただけているので、自分一人でできないことを一緒に成功に導いてくださるっていう環境は本当にありがたく思ってます。ありがとうございます、はい、最後にこれから SNS マーケティングを、ね、始めていきたいという方に向けて何か一言メッセージがあればいただけますでしょうか。私もそうだったんですけど、 SNS マーケティングってわからないことばっかりで、どうしても手が進まないこととか多くなるんですけど、可能性として自分が考えている以上の収益もそうだし、未来っていうのが待ってるんだなっていうことを北野さんからもそうですし、こういった環境で成功してる方たちから学んでいるので、もちろん私もこれから頑張るんですけど、 SNS 集客で夢を叶える、人生を変えるっていうことを一歩踏み出せる方が増えたらいいなと思って、一緒に頑張りたいと思っています。ということで最後、概要欄の方にもジョジョさんのですね、最近始められたインスタグラムのアカウントと LINE 公式アカウントもね載せておきますので、こちらもぜひチェックしていただきたいと思いますが、特に今 LINE 登録いただくと、実際ジョジョさんの配信だったりローンチ動画どんな感じで作ってるのっていうのも分かりますが、プレゼントもついているということで、簡単にこちらもご紹介いただいてもよろしいでしょうか。私は自分が借金だらけのところからビジネスを成功したっていうところから、その時にやった事実っていうのを明け透けに語ったストーリー動画っていうのを作成していますので、見てくださるだけでご自分の才能とか魅力が引き出せる、そんな引き寄せ動画になっていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ぜひこちらもチェックしてみていただけたらと思います。ということでジョーさんね、本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかる
かるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。